漢字ファンは引退している。表舞台から消えた理由と歴代彼女を紹介。韓国では珍しいミュージカル作品からデビューし、頑張れクムスンや怪盗ホンギルドンなどの有名作品に出演した漢字ファンさん。渋い役からお茶目な役まで何でもこなせる俳優です。今回は漢字ファンさんが表舞台から消えた理由と歴代彼女についてご紹介します。漢字ファンはどんな人？漢字ファンさんは2002年のロッキーホラーショーミュージカルでデビューしました。2003年には夏の香りでドラマデビューします。しかしこの作品とラストダンスは私と一緒に、花より美しくなどは下積み時期で、あまり名前は知られませんでした。2005年頑張れクムスンでハン・ヘジンさんの相手役に抜擢。視聴率 40% を記録し、 MBC 演技大賞で新人賞と優秀賞を獲得。一躍韓国の人気俳優の仲間入りをしました。2006年には訪問者で初の映画デビューを飾りました。本作で成功を収め、映画のオファーが増えていったそうですよ。2008年には初の時代劇ドラマ怪盗ホン・ギルドンで主人公ホン・ギルドン役を務めました。ヒロイン役のソン・ユリさんとの演技で、その年の KBS 演技大賞でベストカップル賞を獲得しましたね。漢字ファンさんはドラマの役柄から明るいイメージがありますが、本人はかなりシャイな性格で、面識がない人とはオープンに話したりすることができないそうですよ。意外ですよね。交友関係も狭く深くのタイプで、とてもファン思いなことで有名です。サービス精神が旺盛で、毎年のファンミーティングでは全員と握手をし、サイン会、チェキ会、ハイタッチなどの提案もしています。漢字ファンさんのファンミーティングは韓流スターで1位、2位を争うほどの人気です。また様々な賞を受賞した回数が多い理由としては、彼の完璧主義が理由の一つに挙げられます。特にドラマに対してのこだわりが強く、撮影が始まるとダイエットでシャープな印象に変身したり、仕事内容を入念に調べ、研究や分析などを行ってからオファーを受けるか決めているそうです。受賞している韓流スターはキャラクターに対してのこだわりが強いイメージがありますよね。そんな方たちは意外と完璧主義タイプなのかもしれませんね。漢字ファンの歴代彼女を紹介。人気俳優となり、ファンから愛されている漢字ファンさん。そんな彼のプライベートも気になりますよね。ここでは漢字ファンさんと噂になった歴代彼女をご紹介します。キムハヌル。一人目はキムハヌルさんです。1999年ハッピートゥギャザーでデビューし、2022年で芸歴23年のベテラン女優になります。漢字ファンさんとは2008年ドラマ90日愛する時間でカップル役として共演した後、翌年7級公務員の観客動員400万人を記録した映画で再び共演したことで熱愛報道が出ました。撮影中の2人はとても仲が良く、濃厚なキスシーンがあったことから付き合っているのではと噂が立つようになりました。しかし監督によると、撮影中はとても仲が良かったが恋人同士という雰囲気ではなかったと証言しており、二人が付き合っていると思われるようなプライベートの密会などもなく、確証がないため噂で終わりました。共演が続き仲が良くなると付き合っているのではという疑惑が出るのは韓国あるあるではないでしょうか。何ヶ月も一緒にいれば仲良くなるのは自然なことのような気がしますよね。ソン・ユリ。二人目はソン・ユリさんです。2002年バッドガールズでドラマデビューし、2003年千年の愛でタイムスリップしてきた百済の姫を演じ、ドラマ内でのお姫様言葉が若者の間でも流行しました。漢字ファンさんとは2008年ドラマ怪盗ホン・ギルドン、2012年映画茶刑事で共演しました。噂のきっかけになったのは怪盗
本ギルドンでカップル役を演じたため、茶刑事で再共演した時にソン・イリが彼女ではという噂が出回りました。しかしキム・ハヌルさん同様、プライベートなどでの密会が取られたこともなく事実ではありませんでした。茶刑事の制作発表会で記者が交際しているのではという質問に対し、笑いながら否定しました。こちらも監督が、二人は交友関係しかなく、交際は 100% ありえないと断言しています。2016年にはドラマ「モンスター」でも共演していたので、相性がいいだけかもしれませんね。ソン・ユリさんは2017年にプロゴルファーと結婚しています。漢字ファン消えた理由。俳優活動や恋愛などいろいろな噂がある中でも順風満帆に過ごしていた漢字ファンさん、皆さんは漢字ファンさんが俳優活動を休止していることをご存知でしょうか。漢字ファンさんは2019年7月に性的暴行事件を起こし、事件前に撮影していたドラマ「朝鮮生存記」を降板することになり、すべての活動を休止しています。事件の内容を調べてみると、2019年7月9日に、カンジファンさんの自宅にて、女性の外注スタッフ2人とお酒を飲んだ後、女性2人が寝ている部屋に侵入。1人に性的暴行、もう1人にはセクハラ行為をしたというものでした。カンジファンさんは、警察に酒に酔い全く覚えていないと供述しましたが、5ヶ月間という長い期間の裁判を終えて、2019年12月5日第一審にて懲役2年5ヶ月執行猶予3年を言い渡されました。その後の第二審でも同じ結果となり、2021年9月に有罪判定となっています。この事件を起こしたことにより、朝鮮生存記のドラマ制作会社が出演料と違約金の63億8000万ウォン、日本円約6億4000万の支払いを求めました。地方裁判所はカンジファンさんに53億8000万ウォン、日本円約5億4000万の支払いを命じ、残りは元事務所と共同で負担することになりました。朝鮮生存記は全20話の予定を16話まで縮小して、代役としてソジングさんが務めました。お酒が人を狂わせると感じた事件ですよね。ある説によるとハニートラップを仕掛けられたのではないかというものがあるそうですが、カンジファンさんも認めてしまったことにより、本当の真実は分かりませんね。カンジファンは引退している。現在は暴行事件を起こしたことにより引退したのではという不安を抱いてるファンや、現在はと感じている方も多いのではないでしょうか。カンジファンさんは2019年7月以降芸能活動を休止しており、現在もそれは変わりありません。所属事務所との契約も終了しています。事件前には中国映画にも出演していたため、中国の芸能事務所とも契約があったようですが、こちらも現在は契約終了しています。事務所との契約が切れてしまってるということは、自ら売り出していかなくてはならないので大変ですよね。まとめ、いかがでしたか。今回はカンジファンさんの歴代彼女と現在についてご紹介しました。順風満帆に過ごし、ファンにも愛されていたカンジファンさんの事件はかなり衝撃的でしたよね。復帰や引退という情報がないのが今のところの状況です。ファンにとっては辛い現状となりますが、いつかまたカンジファンさんの作品が見れるといいですね。